どうも、ホラキオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前に PS5 のゲームを iPhone でデュアルセンスのコントローラーを使ってリモートプレイする方法の動画を紹介したんですけど、今回はリモートプレイをしながら、さらに Switch っていうアプリを使ってゲーム配信をするっていう動画を作ってみます。かなり亜種的な使い方なんですけど、あと YouTube でできないのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、 YouTube でスマホから配信しようとすると登録者数が1000人いなきゃいけないとか、まあ、いろいろ制限があるので、今回は Twitch を選んでいます。ちなみに Twitch について簡単に説明すると、 Twitch は Amazon が提供するライブ配信プラットフォームのことです。特にゲーム配信に特化していて、一般ユーザーの他にもプロゲーマーやあとゲームメーカーさんなども多くね、利用されているサービスになってます。いやーにしてもニッチな企画になってしまいました。リモートプレイしてる時にふと思ったんですよね。この画面配信できるじゃんって。普段僕ら配信関連の動画とかを作っているんで、なんか使命感に駆られてこの動画やりたいなと思ったんで勢いで作っちゃいました。これからも PS5 や配信関連のねことを動画にしていくので、ぜひチャンネル登録と通知設定の方もよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。まずは必要なものや注意点について説明していきます。 PS5 デュアルセンスコントローラー、 PlayStation ネットワークアカウント、 PS リモートプレイアプリ、 iPhone iOS 14.5 以降、 Twitch アプリ。前の動画でも説明しましたが、 Twitch アプリ以外はそもそも PS5 のゲームを DualSense を使って iPhone でリモートプレイするために必要なものです。 Twitch のインストール先のリンクは概要欄にあります。続いて配信前に注意してほしいことが2つあります。1つ目は iPhone についてです。前の動画でも言いましたが、リモートプレイするには Wi-Fi 環境が必須になります。回線速度については、リモートプレイを快適な状態でプレイするにはネット回線が最低でも上りと下り15メガ以上が必要になってきます。さらに今回は配信をするのでプラス15メガ、最低でも上り下り合わせて約30メガ以上の速度が出ている場所で配信してください。自分の使っているネットの回線速度を知りたい場合は、ネットで回線速度テストなどと検索してみれば、いろんなサイトがあるので調べてみてください。2つ目は画面キャプチャーで配信する上での注意点です。今回は Twitch で画面キャプチャーという方法で配信します。画面キャプチャーはゲーム画面だけでなく、その時画面に映っている全ての映像を配信に載せてしまいます。なので安易に設定画面やメッセージを開いてしまうと、全てそれが配信に載ってしまうことになります。ありがちなミスとしてはこんな感じで、配信中にメッセージがバナーで表示されてしまって、知られたくない情報が知られてしまうケースがよくあります。なので配信する前に iPhone の通知設定をオフにしておきましょう。まずは iPhone で Twitch アプリを開いてログインしてください。 Twitch を初めて使う人は新しくアカウントを作っておくことを忘れないでください。続いて DualSense と iPhone を Bluetooth 接続します。ここからはリモートプレイの設定になってます。前の動画で詳しく説明しているので、わからない方はそちらの動画を参考にしてください。今回はね、流れだけ簡単に説明していきます。続いて PS リモートプレイのアプリで PS5 に接続していきます。はい、これで接続完了です。リモートプレイできる状態になったら、最後に Twitch で配信の設定をしていきます。まず上のカメラマークをタップしてください。続いてゲームを配信すると雑談を配信すると2つ出てくるんですけど、ゲームを配信するを選んでください。ここ見てもらうと分かるんですけど、この機能まだベータ版なんですね。で、一応 Twitch のスマホからゲーム配信できるようになったのが今年の1月からになってます。なのでもしかしたらここから先、設定方法についての画面がこれから見せるものと少し異なってくるかもしれないので、そこだけ注意してください。そして次に何のゲームを配信するかを選びます。今回は Apex をプレイしていきます。次に配信セットアップという項目になります。まずは配信情報の編集というのを押してください。そしてタイトルを入れます。続いてタグを設定します。ゲームによって適切なタグを自動に設定してくれます。もちろん自分で追加することもできるようになってます。言語は日本語。そして説明欄を入力します。
この配信マーカーっていうところが説明欄になっています。これは任意なので設定しなくても大丈夫です。ライブ開始通知は自分が配信を開始した時にフォロワーなどに通知される分を決められます。今回はデフォルトにしておきます。最後に右下にシェアというボタンがあるんですけど、これを押すと自分の配信のリンクを他の人に共有することができるので覚えておいてください。そして完了ボタンを押して戻ります。続いて画質の設定をしていきます。右上の点々点をタップしてください。そうすると3つこのメニューが出てくるんですけど、一番下の配信画質を変更する、これをタップすると解像度とフレームレートを選ぶことができるようになってます。現段階だとベータ版ということもあるので3種類しか選べないですね。でこの中で一番解像度の高い 720p を選びます。そして FPS は30になっているんですが60を選んでおいてください。 FPS は数値が高いほど映像が滑らかに配信されるので60をおすすめします。続いて配信の音量を設定します。マイクは自分の声の音量で、デバイスはゲーム音のことです。デフォルトでは両方同じぐらいになっているんですけど、先ほど1回テスト配信してみたんですが、マイクの音は最大で、ゲームの音は半分ぐらいがちょうど良かったです。これで配信の設定は以上になります。ちなみにスイッチには YouTube のような限定公開という設定はないんですよね。なのでもしテスト配信をしたい人はフォロワーのいない新しいアカウントを作って、そこで配信をするっていう方法でテストしてみるのがいいと思います。ではせっかくなので少し配信してみようと思います。一番下の丸マークを押すとこういった画面になるんですね。下のマイクマークを押してください。今マイクオフになっているのでマイクをオンにします。ここまでできたらブロードキャストを開始を押すと配信が始まります。それでは配信スタート。実際の配信画面はこんな感じです。やっぱね 720p っていうのもあって、そんなに画質は良くないんだけど、問題なく配信はできてますね。声もちゃんと入っててゲーム実況する分には十分なくらいだと思います。弾薬を取ってリロードして、これ難しいですよね。この撃つと機銃が上向いてしまうのを、デュアルセンスのレバーを下に向けながら撃つっていうコードなのやってるんですけど、相当難しいですこれ。でも本当 PS5 をこう遠隔で操作しながら配信ができるっていうのは結構もう夢のような世界だと思います。もしマイクやゲームを変更したい場合は Twitch アプリに戻って先ほど設定したバーで調節してください。ゲーム音が大きいからといって端末の音量を下げても変わりません。あと注意してほしいのが、リモートプレイ中に別のアプリを開いてしまうとリモートプレイが接続切れてしまうので再度接続し直す必要が出てきます。なので音量は一番初めに設定することを忘れないでください。ちなみにコメントを確認したいときは別の端末をもう一台用意するか、 PC を持っている方はそちらでツイッチを開いてコメントを確認してください。そして配信の終了の仕方はツイッチのアプリから配信開始するときに押したこの丸のマークを押して終了させるか、 iPhone なら画面下からコントロールセンターを表示させて赤くなっている丸のマークを押せば配信を終了することができます。最後に少し補足なんですけど、スマホで長時間配信しているとどうしても熱でね、熱くなってくるんですよね。で、熱くなってくると動作が遅くなったりとかバッテリーの寿命にも関わってくるので、こういった卓上の扇風機とかを用意して冷却しながら配信することをおすすめします。こういった感じ、で頻繁にね配信する方はぜひこういったものを用意してください。配信のプラットフォームついてなんですけど、今回はツイッチを選びました。ただ同じように画面キャプチャーをして配信できるプラットフォームでいうとミラティブだったりミルダムっていうのもあります。アプリごとに配信の設定が違うところもあるんですけど、好きなアプリをね選んでやってみてください。ちなみに YouTube 配信についてなんですけど、以前動画でも取り上げたように PS5 のブロードキャスト機能を使えば配信はできます。できるんですが、なんとこのマイク反応しません。なのでどうしてもリモートプレイで声を入れて配信したい方は今回のように
アプリを使って画面キャプチャーして配信をするっていうことをしなければいけないんですね。こまぎ。はい、ということでいかがだったでしょうか。 PS5 リモートプレイ亜種配信が正しいのか分かんないですけど、いや本当にこんな使い方する人ほとんどいないと思うんですけど、やっぱ配信をやってて結構いろんな PC でやったりスマホだったりとかいろんな方法で配信できる中、こんな力技でね配信もできるんだなっていうことを、僕もちょっと痛感しました。これからも、PS5 の動画だったりとか配信関連の動画っていうのを上げていくので、ぜひチャンネル登録と高評価の方も忘れずにお願いします。それではまたね。